帰ってまいりました。帰ってまいりましたよ。これ、まあ、はい、今回のテーマがですね、僕らはまあ体が資本なプロレスラーなんで、うん、まあ、タンパク質をね多く取りたいなっていうところもあるんで、そういう意味でちょっと今鍛えてる方、そしてこれから鍛えようと思う方が、もしねコンビニでちょっと迷ったらどういうのを買おうかなっていう時に、僕独自のオリジナルの商品を紹介していきたいなと思いますんで、現役のプロのレスラーの方がおすすめする、はい、うん、コンビニ食、うん、まずセブンイレブンから、セブンイレブン見ていきましょう。行ってきましょう。セブンイレブンお願いします。よし、このセブンイレブンで選んだ視点といいますと、うん、もう時間がない、忙しい時、うんうん、ただお腹は空いて仕事にならない、うん、集中力に欠けると、そういう時にお役に立つ商品、まずはこちら、じゃーん、サラダチキン。これは多分皆さんね、うん、もうベタ中のベタというか、うん、もうまあ糖質がゼロということもあって、うん、ちょっと体を意識し始めた方はいわゆる登竜門というかね、うん、通る道じゃないかなと思います、うん、まあ、こちら持ち運びもいいですし、これペーって開けてこうスティックみたいに食べられるんで、うん、そういう意味では 12.2g のタンパク質がこれで取れると、うん、体を絞るって筋肉をつけたい時などはこれを結構活用して、持ち運び便利でしょ、こうやって、うん、ね、ポケットにこう入れてね、隠れる、ああ、本当だ、あ、本当だ、そうでしょ、はい、それ用ですか。いや、それ用じゃないよだからそれぐらい持ち運び便利よ、はい、バッグにちょっと入れて取るっていうね。次は、はい、こちらです。じゃーん、チキン&チリ、うん、このパンですよね、うん、タンパク質が取れるっていう名目でやってますんで、うん、こちらがタンパク質が、ですね、25.8g、はい、取れるということで、もしかしたら女性なんかはもうランチこれだけでいいかもしれないっていう方も多いと思います、糖質ももちろん入ってまして、うん、炭水化物 25.4g、うん、脂質が 8.5g と、うん、いわゆるこれ一食でバランスよくあのタンパク質、脂質、炭水化物を取るという、そういう食事がちょっとこれからの時間的にいかない時はこういうところでパンも食べてお腹をしっかり満たすと、うん、やっぱり空腹が一番ね、ストレス溜まるんでね、はい、そういう意味ではもうこちらで一食済ませられるぐらいギュッとした食べ物です、うん、そしてこちらですね、うん、飲み物、体健やかちゃダブルですねあ、はいはいはい、これ脂肪の吸収を抑える、内臓脂肪を減らすのを助ける、はい、たまにこういうの飲み物コーナーで見かけますよね、はい、もうこれはもうそのままの言葉を信じようぜってことなんですよ、うん、なんか脂肪の吸収を抑えられた感じがすると、うん、こういうものを食べてこれですっきり流し込むと、うん、そういう気持ちの問題、こういうものは、ただこういうのをね意識することによって、うん、体がそういう意識した体になる可能性は高いので、うん、クロウウロウえ何クロウロン茶やこの脂肪の、あの吸収を抑えた、はい、るとかいう、そういうねちょっと乗っかってるのもありかなということで、こちらセブンイレブン、小腹が空いた時、移動する時、忙しい時なのにもうちゃちゃっと食べられるものを選んできました。でも、はい、お高いんでしょ。お高い、値段も書いてるだろもうそういうコーナーじゃない、紹介する方だから。あれ、これアンミカさんの次じゃないですか。違うんだよ、アンミカさんの次狙わなくていいの。ケンミカじゃないですか。ケンミカじゃないの、新しいやつをいっぱい増やすんじゃないよだから宮原健人とお揃いになりたい方はこのセットを食べば、うん、そうだね。でもあの、あいにくこのセットでね、あいにくあいにくのあれですけど、何ですかあいにくのって。これまあセラザー、セラザー、何ですかあいにくって。あいにくはいいんですよそこ引っ張んなくていいんだよ。いやちょっと気になっちゃって。あいにくですけれども、そういうことあいにくの使い方が違います。セブンイレブンの以上でございます。はい、あでもいいですね。そう、さあ続いての商品参りましょう。続きましては、じゃあローソン、何に特化したかと言いますと、はい、ちょっとデザートチックというか、はい、それなんて言うんだろうな、食後でもいいし、まあ、食事の間、食感もあるし、完食ですか。完食だね食感まず一つ目、じゃーん、こちら。あ、なるほど。ブレッドのパンですね。僕が発見したのはトレーニングジムが最初で、その後にまさかにコンビニでも、出るようになったと、うん、多分ここ最近だと思います。こちらの商品でタンパク質はなんと 13.5g、 食物繊維 3.7g、鉄 1.7mg で、ビタミン C が 25mg と、うん、これもパンなので、糖質、炭水化物は 27.2、うん、で脂質が 9.1 ということで、うん、こちらね正直ね美味しい、うん、ちょっと甘いあのパンっていうか、うん、やっぱりでも気をつけているんでめちゃくちゃ甘くはない、うん、まあ、お腹ちょっと空いたなと思ったらこういうのかじるというところですね、うん、続きまして
オイコス、こちらこのヨーグルトだけで 10g、うん、プロレスラーあるあるで巡業先に行くとホテルでホテルの近くにコンビニで選手と会ったりするんですよ。よく見かけるシーンはこういうヨーグルトコーナーあるでしょ。もう鍛えて鍛えた選手ね、あの昔だと今大阪プロレス社長のゼウス選手見かけたことあるんですけど、コンビニで外から見たらすごい顔してね、この内容量見てましたよ、こうやってああなるほど、こうやってこう見るんですよみんな、はいはいはい、こうタンパク質 10.1g、 脂質 0g、 炭水化物 12.3g 入ってます、うん、変な話ペロペロっとやっちゃって 10g 取れるわけですから。ヨーグルトの中では今結構レスラーでは人気な気がします。あれですよね、ストロベリーとかありますよね、うん、味がいっぱいありますね、はい、僕は結構プレーンが好きなんで、うん、この場合はちょっと加糖は入ってるんでちょっと炭水化物が多めかなということで、これオイコスおすすめです、はい、そしてやはり甘いもの飲み物も必要ですよね、うん、こちらでございます。出ました、ザバス高タンパクプロテイン、はい、タンパク質 15g 入ってます、うん、これもプロレスラーの巡業中あるあるで、うん、ホテル近くのコンビニ行ったらこれがなくなるっていう現象が起こるわけよ。プロテインパウダーをわざわざ入れてやる必要がない、その時間がないっていう時はもうこういうの僕らも買って、うん、急いでチッってね吸って次の街へ行くと、うん、だからこれもね2本ぐらい常にねバッグ入れてたらいつでもお腹空いた時にこれを飲み込むと、これはかなりだからおすすめよ、はい、なんてことなく飲むんだったらこういうものを飲んで栄養を取ろうじゃねえかということで、甘いものを取りたくてもやはりこういうもので我慢するのも体を鍛えるいいボディを作るためには必要かなと思いますね、うん、こちらローソンで買ってきましたんで、はい、次はファミリーマートでございます。あなたとコンビニ、あなたとコンビニファミリーマートでしょ行きましょう、行こう。このファミマで何を特化したかと言いますと、はい、先ほど紹介したねサラダチキンとか、うん、どうしても薄味というか、うん、食べることがちょっと訓練になっちゃうんですよね、うん、味求めてないんで、まあちょっと腹を食べたいというか、そうだからちょっとあまりにも健康志向というか、うん、どちらかというと修行飯というかね、うん、そっちに入って、こちらのファミリーマートでは、まあ、ちょっとサダチキンって薄味だなとか思う方に、じゃあ美味しく食べようよということで、うん、これです。あ、焼き鳥、焼き鳥です。で、鶏ももで、こちら塩味、こういう焼き鳥で小腹を満たすっていうのも俺は正直やってます。これはかなりおすすめ、味もね、本当に焼き鳥なんで、で、温めてもらったりもできるしね。ファミリーマートさん、こちら出た、ファミチキ。あれ食べていいんですか。本来なら、はい、あまり揚げ物は良くないよね、うん、ただねタンパク質を取ろうと、はい、お菓子とかスナック菓子で手出すぐらいだったらファミチキで鶏肉を食べようぜっていう今こんな感じのコーナーです、うん、はい、で、はい、やはり、はい、皆さんお仕事をしてたりして今まではタンパク質じゃないですか。こちらおにぎり、ほう、僕が試合会場に持っていくものでもあります。鮭おにぎり、はい、まあ鮭とこだわりはないんですけど、だいたい9割方鮭おにぎり、うん、僕が試合会場に持っていくエネルギー源で、もう一つ試合会場での小腹を空いた時に僕がやるものはこちらです。なるほど、はい、やっぱり僕たちって運動走ったりするんで、うん、どうしてもエネルギー源が必要なんですね、うんうん、だから僕は変な話このエネルギーのマスカット味を年間で言うともう200個ぐらい消化してるでしょうね。150から200個、だいたい試合会場のこちらを2個でおにぎりも2個持っていきます、はい、運動する前はこういうエネルギー源も取ってウェイト トレーニングとか走ったりする時とかもね、こういうエネルギー源はやっぱ大事かなと思います、うん、なのでこのファミリーマートではまずもうタンパク質うるさいよっていう方にこれ美味しくいただく、うん、焼き鳥だったりこういうファミチキ鶏肉スナックぐらい食べるぐらいだったらこっちを食べようということと、宮原健人はエネルギー源としてこのおにぎりと、ウインダーインゼリーを常備してるってことですね、はい、試合会場では。ラストです。ラストね、探しに探したよね、はい、その結果見つかりました。ありました、ポプラです。ポプラです、はい、こちらです。あれなんか今までと毛色が違いますね。ねえ、俺もさタンパク質のものを探そうと思ってこうカゴを入店写真のカゴを持ったわけですよ、はい、そしたらもう目に入ってきたのよこれが、はい、昔、はい、福岡で試合の時よく泊まってた1階にねポプラがあったのよ。へえ、
毎回試合終わった後言ってたんだけど、もうその時なんか思い出されて、お弁当っすか、だからもう俺はポプラで本当はタンパク質選ぼうとしたのよ、はい、でもいやこれはポプラに行ったんだと、はい、よい、おーおー、唐揚げ弁当、これね、ただの唐揚げ弁当じゃないよ、はい、これね、ポプラのヘビーユーザーの方はもちろんご存知だと思うんですけど、はい、店頭に並んでる時は、はい、このライスは入ってません。え？ポプラはここにご飯が入ってない状態で、なんていうんですか、こういうかぶさってるの、透明のトレー、あれなんですか、サランラップ、サランラップ、あ、ラップ、ラップが出てこない、ご飯が入ってない状態で、はい、わかりますか、もう一回大事なことね、もう一回、ご飯が入ってない状態、はい、で、この蓋もついてません、で、こちらも全然ついてません、この状態、ご飯がついてない唐揚げの状態だけでサランラップがギューってされてます、はい、で、これを持っていきます、はい、レジに、はい、そこで後ろでライスを配膳してもらい、大盛りですか普通盛りですかって聞かれて、はい、この唐揚げも約30秒揚げ直してます、店頭で、だからこんないい匂いが、そうなんですよ、これがポプラなんですよ、ポプラはレジ前でご飯を注いでくれる、あ、だから健太さんの後ろに5人ぐらい待ってたんですね、そう、だって俺だけ時間かかっちゃってなんか全然レジ行かねえな、すごくない、なるほど、これがもう俺ポプラタンパク質今回の師匠もう見失うぐらい興奮しちゃって、はい、それを昔福岡時代の泊まるホテルの1階にポプラがあって、だからあれか、退店してきた時ちょっと泣いてたんですね、泣いてねえよ、そこまで思い出してねえよあれ思い出してた、思い出してないんでぜひね、ご近所の方はポプラに行ってこのお弁当買うのもいいかもしれない、うん、いろんな種類あるんで、唐揚げだけじゃないんで、プロレスラー宮原健太の、うん、セレクトした4店舗分のご紹介が終わりました、はい、終わりました、明日からマッチョ増えるんじゃないですか、はい、ねえ、ということでね、買っただけであれなんで、うん、ちょっとせっかくなんで食べて終わりましょう、食べましょう、はい、ね、じゃあ持ってこよう、宮原健太の YouTube、 さあ揃いましたね、これだけあるよ、はい、すごい豪華ですね、うん、1日でこんな4店舗行くことないよね、ないですね、これだけ揃っちゃってるんだから、はい、全ては食べないですけど、はい、ちょっとねすみません、焼き鳥の、焼き鳥の、焼き鳥食べますよ、僕は、いや、焼き鳥一回触らないでもらって、なんでですか、焼き鳥を触らないでもらっていいですか、焼き鳥触らないで、もうどうしよう、まあ、健太さんでいう焼き鳥の手前なんですけど、ポプラ、あ、いや、違います、その右、あ、これ、あれ、ファミチキですよね、さっきの、さっきさ、はい、4店舗行ってんじゃん、はい、で、ファミリーマートって結構間で行ったでしょ、まあ、3店舗目ですね、3店舗目でさ、はい、で、これポプラで舞い上がっちゃってさ、はい、ファミチキ買ってたと俺完全に思ってて、はい、ファミチキじゃなくて、はい、照り焼きチキンだったわ、そういえばファミリーマートのレジで並んでる時に、はい、今回タンパク質でしょ、はい、だから僕気になったんです、いいのかなファミチキ食べてしたら、なんかすっごい満面の笑みでやっぱね、こういう時はね食べないとダメなのよみたいな、なんか解いてましたから、だからやっぱ揚げ物は避けた方がいいってことよ、あ、もう本能で、うん、本能で、あ、もう一回セブンかやり直してもらって、やり直さなくていいよ、はい、やり直さなくていいよ、照り焼きチキンを食べるんだから、あ、食べます、あ、もぐもぐですか、これね、今コンビニはレベルが高い、おー、うん、でもこれ女性とかだったらこれ1個で足りちゃうかもね、全然いけるんじゃないですか、うん、あ、美味しそうですね、うん、だから今のコンビニのレジ横のこういうあったかいもののコーラすごいよ、おー、いいですね、簡単に、うん、このね、やっぱ照り焼きチキンでこう脂っこくなった口の中を不快だな、ずっと、うん、しかもこれは美味しいね、そんな行くんすね、半分ですよ、半分行きましたよ、うん、でもやっぱり、うん、体健やかちゃじゃないですか、うん、健やかのスコってどういう字ですか、え、こうでしょ、え、もう一回書いてもらったね、え、ちょっと書いてください。ケンさん。これ爽やか？ケンさん、それ本気ですか？え、これ順単？やっぱり健やかってことは、っていう感じでうまく締めようとしてるんですよ。うん、おう、っていうのは分かりました。全然分かんないよ。何言ってるの？健やかってちょっと調べて書いてください。本当に？はい。したら終わったがよろしいんで。あ、終わったがよろしいんだ。本当に。あ、そうか。
あ、これはなんだ、爽やかだこれ。はい、俺勘違いしてたな。漢字を皆さん間違えないようにね、本当に。体健やか、はい、これでしょ。はい、これですよ皆さん。編集して爽やかなとこは編集しといて。まあとにかくね、プロレスラー宮原健斗の、まあ、独自な見解がほぼ入ってますけど、うん、僕はタンパク質を意識した食事はこういうものをしてますよっていうのを今回ご紹介させていただきました。ぜひぜひ皆さんコンビニでね、あ、宮原健斗はこんなの食べてたなというのを選んでくれればいいなと思いますし、単純にタンパク質ってどういうのを取ってるのかなと疑問に思ってた方は今回の参考にしていただければと思います。宮原健斗の YouTube チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。宮原健斗の YouTube 最後。